吉田さん、お父さん事故ったみたいですけども、まあ大事に至らなくてよかったなと想像してます。まあ溝にはまったぐらいで大怪我ってことはないと思うんでね。まあでもお気持ちわかります。ずっと軽自動車運転していて、まあベンツでしょ、外車でしょ、左ハンドルでしょ、やっぱね方向感覚狂うかもしれないですね。私はね、そう考えてみたら免許取った時からずっと3ナンバーだったんで、だから大きい車体感覚に慣れてるんですよね。それからバスも運転したりね、してたんでね、バス、大型50人乗りのバスとかね。もうあれは本当に良かったんだろうかと思いますけどね、私が運転して。で、今はベルファイアもだから結構楽なんですよ。だからこう、何で慣れるかっていうことだと思うんですよね。で、ビジネスの話をすれば、ずっと私はね、サラリーマンをやっていましたけども、言ってもね、7年弱なんですよ。6年半ぐらいのサラリーマン生活だったんで、サラリーマンになれるというところまではいかなかったんですよね、きっとね。やっぱり20年、30年やってるのとわけが違いますから。どうも腰掛け程度のサラリーマンだったかなとは思います。まあ、ですんで、起業というものはね、全く違うんですよね、雇われと。だから抵抗がなかったっていうか、そもそも私もともとサラリーマンも、この会社を自分が経営してるとしたら、社長だとしたらどうするかなっていうふうな視点だったんで、まあ一回のサラリーマンでやってる時も、なんかね、やらされてる意識ってのはあまりなかったですね。予算は当然与えられてノルマはあったんですけども、あんまりそういうのは気にせずにやってたかなと思います。当然数字は私の場合楽々クリアできていることばっかりだったんですけども、まあそうじゃない時もありましたけどね、あまり深く考えずにやっていくことかなと思いますね。だからビジネスの方向ね、ビジネスの方向感覚ってのもやっていくとだんだん軌道修正できて、ずっと軽自動車だったけども高級会社も運転できるようになってくると思うんですよ。まあ所詮人間がね、運転しやすいように作ったのが車ですから、多少こうね、慣れない部分があってもきっと乗りこなしてくれると思うんですよ。で、お父さんもね、ドライバーとしてはベテランですから、すぐにこう自分の肩をね、取り戻してくれるんではないかなと思いますね。はい、ということでね、今回はビジネスについて、まあ慣れていくってことですね。だから数やるってのはそれに慣れるってことだと思います。難しい理論とか理屈とかはありますし、ビジネスを学んでいくことも大事なんですけども、はっきり言って学ばなくたって数がそれを凌駕すると思います。私はね、自分でビジネスのことをしっかり学んできたっていう思い出はないです。ただずっと量産する中で、たまにね、工夫しないといけないことが出てくるんですよ。その時にどうやったら解決できるかなっていうので、ちょっと学ぶってことはありましたけども、まあでもね、小手先のテクニックを覚えるよりも、まあはっきり言って小手先のテクニックか量をやるしかないんですよ。だから小手先のテクニックをやるよりか、もうやった方がいいなと思いました。昨日もね、ある動画で反応いただいたんですけども、いい動画を作ろうと思って躊躇して動画のアップロードを遅れるよりも、もうどんな動画でもね、ポンコツ動画でも上げた方が勝ちなんですよ。どんなに頭で考えても動画アップロードしない限りは絶対ゼロなんですよ。でも変な動画でもね、上げれば1なんですよ。1以上なんですよ。だからこの差は大きいと思います。まあ、ですんでね、YouTube アップロード躊躇してる方、考えることはないです。もう上げましょう。躊躇してますってことを上げればいいと思いますね。まあ、それこそね、雪が降ってきたんですよ、3秒の動画でもいいから上げればいいんですよ。それが全てだと思います。いってらっしゃい。